61年イギリス総選挙は第12期グレートブリテン議会の庶民議員議員を選出するために行われた選挙。グレートブリテン議会は1707年にイングランド議会とスコットランド議会が合同した時に成立し、1761年の選挙はジョージ3世王が即位した後に行われた初めての選挙だった。また、ジョージ3世が トーリー党の公職追放を解除した後の初めての選挙でもあった。ジョージ3世は首相の入滑する公爵が公金を保育党の選挙活動に流用することを防いだが、入滑する公は代わりに資材を投じて安定多数を確保した。しかし、トーリー党の声員は公職追放が解除されたことにより出世に走る者が多く、また大への忠誠により、 積極的に政治に関わることはせずただ極勢に流されるだけのものが続出したためトーリー党の組織は瓦解し目立った敵がいなくなったことで保育等も団結を保つ必要がなくなり保育等のイデオロギーだけでは内部分裂を覆うには足りなくなったこの保育等の分裂で政局は1770年まで不穏な状態が続いたこの選挙は イギリスの歴史の中で最も民主的でない選挙の一つであり、議席の内無投票でなかったのは100議席程度だった。グレートブリテン議会が存在した前期間を通して区割りが変更されることはなかった。総選挙は1761年3月25日から5月5日まで行われた。この時代の選挙はすべての選挙区で同時に行われず、 各バラや軍でバラバラに行われた。ありがとうございます。